お風呂上がりの柳さん喉がガラガラじゃなくてあのコーナー名間違ってそこも柳さんじゃなかった私だ私はもう一回言おうせーのお風呂上がりのみえりさんはい、ゆうのはなゆのやくの島袋みえりです、はい、小枯らし役小野ゆうきですはい、はい、アニプレックス宣伝の太田京子ですはい、はい、リアクター構成の長田ですどうもすごい今のは多分ね編集で残りますあら残っちゃいますかどうしたんですか隅っこ行っちゃいました落ち込んでますお風呂上がりのゆうのさんはひどすぎましたね今日ちょっといつもと違いましたよ ね、 なんかそうですねやっぱり小野さんなるほど、ね、を迎えるのでちょっといつもより何ですか、ね、緊張なんですかね緊張とでもちょっとなんか心強さみたいなのもなんか感じられる、うん、不思議な同居が人生初男性キャストを迎えている そ、 それ大事な要素じゃないですか本当に初が今後も含めて第1号が小野さんだったっていうことになりますから男子初めてはでかいよねそれはうん本当にすごかったすごかったえらいマイクからずっと今日もオフってる率が高かったですけどはい帰ってきました、うん、どうでしたか小野さんは島袋さんのパーソナリティっぷりはこれで10回目なんですけどお願いね、あ島袋さん今その背中に今召し上がったらどうですか小野さんからいただいたこのね差し入れの素敵な、ね、小野さんから見たら突っ込みきれないというか見てて山ほどいろんな思うからいやいやいやまあまあちょっとねせっかくあの差し入れ持ってきたんでよかったらつまみながらね一番最初にめちゃくちゃうまそうなメゾンデュショコラっていうところね、美味しいチョコレートの棒ですけれどもねチョコレートの棒チョコレートの棒ですよあそれはサクサクのやつかなおしっとりしっとりしっとりしたすごい濃厚で濃厚でなんでしょうちょっとクランチみたいになっておりましたねほら、ほど良い甘みが口の中に広がるそんなうまいとかじゃないんですねありがとうございます美味しいじゃなくて食レポしちゃうんです、ね、食レポしてくれたここはちゃんとしてくれたというねえしてたんだなそうでしたかやっぱりラジオをねこうやって初めて、はい、あまあやるにあたってみたいな話もちょっとしてたりしたんで、はいはい、で前回のやつも聞かせてもらったりとかしてでも楽しそうにやってるなっていうのもともとあったんでなんか進行のあれやこれやとかねそんなの俺もミスったり全然するし初読みのねメールちょっと噛んだりとか全然その辺は全然大丈夫なんですよでただなんか言ってたなんだっけなその良さみたいなやつがねすごい随所に出てたからもうなんかそんな語ることもなく全然いいラジオだったなと楽しかったなと、うん、お邪魔させてもらってでもこの話をすればするほどゆりんの顔がどんどんとどん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 椅子が下がっていく感じになるみたいなねでまた手ぬぐいがぎゅうぎゅうになって今日は小野さんなしには語れなかったそれはそうですよそれはそうですよでしょうねゲストの一人じゃね1:1のねあんま考えなかったなみたいなすげえそれもそれですげえからないや、なんか聞いてて思いましたがいかがでしたあでもすごい、まあ、あの冒頭のゲームからすごい面白かったです、うん、ゲームのねもちろんそのちょっと音声だけなので本当に皆さんにプレイしていただきたいですけどちょいちょい小野さんの質問にこう、うん、中でゲーム会社さんが説明してくれてたのがちょっと面白かった、うん、槍ですとかオブジェですとかそうそうオブジェですわねもうこれはオブジェですこれはオブジェです面白かったあとあれですねあの8両編成ですねって回ってない時おっしゃってたのもが面白かったです島袋さんパッケージねそう今日は短めでって言ってたのそう短めでって言ったことに対していやじゃあ8両編成ですねって言ってたのが電車がよく言うじゃないですか今日は短い8両編成で都心では短いですよ ね、 そうですね地方では長い方ですから、ね、8両とかちょっとそういったところがあの個人的な都合ではございましたけどまあでもつくづくやっぱ小野さんのこう先輩感がアフレコ現場のねすごい大黒柱感もありましたけどそうでしたね良さが少しでも伝わると前回の小松さんからの受けで言うとあの、うん、小野さんが現場ですごい踊られてた話してたんです、ねね、湿度が 20% だったみたいなそうそうあの話を小野さんから聞きたかったなと思って、ねあれでもあれ以上でミカでもないですもうほぼほぼ過不足なく踊って、うん、あの気温が上がったっていう話ですですです、はい、もう単純にあのみんなの振りの流れから僕が踊ることになってっていうねおばちゃんが説明してくれた通りの流れでで全力でも汗かきながらね、踊らせてもらってみたいなでちょっと一盛り上がりあってで収録に行きましょうみたいなね感じのシーンがありましたっていう
良きダンスフロアでした。ダンスフロアでしたね。ありがとうございます。いや本当楽しく楽しい現場だったな本当ね。楽しかったですね。人がみんな温かくて。あったかかった。いいやつばっかりだったな。本当私何回か殴られるんじゃないかと気持ちで最初お仕事始めた時に入ってたんですけど、拳どころか皆様優しい言葉をかけてくれるので、優しい世界なんだって思って生きておりました。よかったよ。23歳ありがとうございます。23歳ありがとうございます。全然ここで唐突にお知らせしていいですか、はい、ちょっと本日解禁になったんですけど、イラギソウのユナさんのトレーディングカードゲーム化が決定しまして、この配信日である8日月曜日に解禁になってるはずなんです、はい、なので、ね、ゲームももちろん PS4 も合わせてですけど、いろいろとこう展開していきますので、そちらもぜひっていうこと、これを言わなきゃと思ってメモってきました。カードだったよ。すごいですね。デジタルでもテーブルでもどこでもいつでもゲームさんが、ゲームさんがユナさんのゲームがって言いたかったんですけど、できるということで、はい、まだまだ終わらないですね、そうですね。ぜひ皆さん残り湯を回収するもよし、テーブルでカードを広げるもよしで、これからもゆらぎそうのゆうなさんのことをぜひよろしくお願いいたしますということで、ここは一つ終わりとさせていただきます。すげえ。皆様本日はありがとうございました。お開きでございます。ありがとうございました。